はい、おはようございます。今日で159ですね。159で今日が4月の9日ですね。4月の9日で159とね、159ですね。はい、花束です。さしこちゃんです。始めたいと思います。よろしくお願いします。まずはこちらですね。昭和レトロ店ですね。今週、今日火曜日だから明日からですね。水曜日、4月の10日、こう書いてますけどね。4月の10日、水曜日から日向店からスタートです。で、今日準備で店主いないです。よろしくお願いします。ね、書いてますね。4月の10日水曜から4月の16日は、火曜日だね。火曜日で宮崎店は4月の19日が金曜日から30日がこちらも火曜日ということになってます。始まります。ね、今日はもう直前の準備で店主は朝からいないです。よろしくお願いします。そしてこちらが今月のおすすめ記事がレイナニですね。レイナニのラズベリーレッドと、こちらが新しく入った新作でしたね。何色の新作で、マーゴっていう記事のタイトルっていうか名前ですね。オーガニックのダブルガーゼですね。この2つが今月のおすすめ記事となっておりますね。どちらもダブルガーゼなので、さらっとして薄手の記事となってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。で花束ですね、刺しましょう。で、昨日月曜日でしたが、昨日ちょっとしてませんね。で、今日は火曜日です。あ、ちょっと長いなことだった、長いなことだった。ちょっとよし、はい、来ますね。で、コメントいただいてますね。コメントを読みます。で、シポンさんからですね。シポンさんからコメントいただいてます。ありがとうございます。さしこちゃん、店主さん、こんばんみ。あ、こんばんみですね。夜にコメントいただきましたね。こんばんみ、まあ、おはようございます。ね、注文していた商品が、あ、無事に届きましたよ。ありがとうございます。あ、よかったですね。で、ご注文もありがとうございます。シポンさんからね、そんな話しましたもんね。ご注文いただいてましたってねいただきましたってね。届いた、無事届いてよかったです。だるまの刺し子糸が好きで、ああ、ほんと。で、いつも使ってるんですが、近くに取り扱ってる店舗がなくって、ああ、そうなんですね。なので、なくなったらまた注文させてくださいね、と。ああ、ありがとうございます。ね、近くにない。ちょっと待って、パソコンが暗くなった。ね、近くにない。ああ、そうなんですね。なんか、店主も言ってましたね。まあ、場所によっては、扱ってるとこがない。こともあるって、まあ、宮崎もね、あんまりっていうことを言ってましたね。今どうなのか分かんないですけどね。で、シモンさんのお住まいの近くもなくてってことですね。ありがとうございます。注文いただけると嬉しいです。で、で、花束リベンジですと。リベンジですかね。で、刺していたんですが、まとまりがつかなくなっちゃって挫折しちゃいました。ああ、まとまり。なんだろう。まとまりがつかなくなって、どういうことかな。まとまりがつかなくて、途中でまとまりがつかなくなるんですね。つかなくなったんですね。で、挫折しちゃいましたと。今度は難易度を落としてチャレンジしてみようと思ってますと。難易度ね。まあでも基本難易度は高いんですよね。多分ね、これね。まあ、すごく高いわけじゃないのかもしれないけど、まあ僕からしたらもう高いし、だからちょっとこう刺すとこを減らしてて、ちょっと自分の中で難易度を低めにしたつもりでやってるんですけど、それでも難易度が高いと思って刺してますよ、僕もね。ね、シポンさんも今度は難易度としてチャレンジしてみようと思いますといただいてます。で、アイユフィッシュさんの刺し子付近はやはり人気ですねと。ああね、人気なんですね、アイユフィッシュさんね。で、ほとんど売り切れでしたもんねと。ああ、買わせていただいた分は丁寧に刺そうと思ってますと。ああ、そうなんですね。売り切れじゃないのご注文いただいたのかな。ちょっと僕、ご注文の内容までは詳しく見てないんですけど、あ
ありがとうございます。じゃあ、だるまの刺し子糸と、アユフィッシュさんね、の、なんだっけな、なんかありましたよね。4種類か、何種類かね。ご注文いただいたんですね。ありがとうございます。まだありますね。で、実は刺し子するのは久しぶりなんです。冬寒かったから、編み物の方をされてたんじゃないかな。違うかな。しますもんね。シポンさん、編み物もね。で、実は刺し子するのは久しぶりなんですと。あ、書いてるね。最近、編みぐるみ作りにハマってしまい、編みぐるみの注文もあったりして、おお、久しぶりの刺し子はまるで実家のような安心感がありますねと。編みぐるみ、ぬいぐるみ、編むやつ、編むぬいぐるみってこと？編みぐるみってそうだよね、多分ね。で、注文もあったりして、おお、すごい。注文あるんですね。これは編んでくださいみたいなこと？なんかしてんのかな？ネットショップかなんか。もう本当に何も分からず喋ってますけど。で、注文もあったりして忙しかったんだ。だから刺し子もしてなくて久しぶり。ね、そんな刺し子は久しぶりの実家っていう感じ？ね、まるで実家のような安心感がありますね、と。ありますか？安心感ね。でもその編みぐるみも楽しいんじゃないですか？どうですか？まあ、注文が入ったりするとね、やっぱちょっとこう、いつも以上にね、神経をね、研ぎ澄ましてやらないとっていう感じなのかな。ね、いいですね。注文が、ね、どんな、編みぐるみって何の、編みぐるみはわかるけど、何ですかね。ぬいぐるみは。なんか動物かな。動物ですよね、ぬいぐるみって。ね、なんかな、勝手にクマとか、クマかなって勝手に思ってるんですけど。違うかな。ね、久しぶり刺し子ですね。よかったです。久しぶりに安心感の中で刺し子してください。ね、一緒にしましょう。追いつけますよ、もうすぐ。ね、リベンジ、花束ね。僕はまだ終わりそうないからね。全然追いつけますよ。よろしくお願いします。で、そう、追いつけますよで思ったのが、そう。ちょっと遅くなったんですけど、すずさんね、すずさんからインスタグラムで終わりましたでね、メンションいただいてて、今朝ですね、今朝返しました、返事を。あ、そういえばと思って。ちょっと一瞬だけ見てて、あ、なんか、メンション来てるなと思って、ちゃんと見てなかったんですけど、そのまま忘れちゃってて、で、今朝、ね、すずさんに返信。なんかね、まあ、見られた方もご存知だと思うんですけどね、すごい、これ難しいよな、みたいな刺し方されてた。このなんか、こういう感じのなんか、こういう感じの色が違う。あれ、どういうことですかね。どういうこともないんだけども、あの刺し方すごい難しいんじゃないかなって思って、そんな感じのコメントの返信をさせてもらったんですけど、あの発想はなかなかやなと思って、すごい難しそうだなと思って、実際刺してみたね、ご本人にはわかると思うんですけど、あれはなかなか、あの糸の切り返し方は色のね、できないししないなと思って、あれをすると難易度上がるんじゃないかな、あの刺し方はね。どうだったですかね、スーさんもまた教えてください。その刺した感想というかね。で、なんかもういっぱいコメントがその書いてあったんでね、全部は読んでないんですけど、まあ、あの写真見る感じだと、すごく難しそうでしたね。あとはなんかパンケーキの写真とか載ってましたね。パンケーキだったかな。なんか、ね。インスタをね、もうほんとね、見ないんでね、返信が遅くなったり、見ないわけじゃないけど、まあでも、文章とかも読む、もう写真もそんなに、もうパッと開いた時に最初に写ってる写真とか、そういうの見ますけど、こうずーっとこう、ずーっと30分とかずーっとこう、ガーって見たりとかしないから、もうパッてしか見ないですね。
だからすいません。返信も遅くなっちゃいました、すずさん。で、シポンさんもコメントありがとうございます。また返信しますね。はい。で、今日はコメント以上ですね。ありがとうございます。そう、それをね、伝えとかないとなと思って。ね、最近はもうほんと、そういう、してないんでね。インスタグラムもたまに更新しないとって思いつつも全然してないんで、たまに気が向いたします。気が向いたしますね。で、今日はもう、お伝えすべきことは以上で、明日からですね、レトロ展、レトロ、なんだっけ、昭和レトロ展ですね。明日平日なんで、どうかなって感じですね。平日は最初の週末はやっぱりこうお客様に来ていただけるのかなと思ってるので、明日は多分ぼちぼちどうかな、わかんないな。ね、明日でもなんかまあちょっと確かじゃないんですけど、この別府さんが来るとか来ないとか。なんか来る初日ペプさんがいらっしゃるみたいな話を聞いたんだけど、ちょっともしかして変更になってたらすいません。チュラさんは今日なんかその搬入じゃないけど、ちょっと早めに今日店の方に来て来るって言ってたから今日店主いないんですけど、ね、どういう感じになるんでしょうね。初めてなんでね、昭和レトロ店っていうこのタイトルとしての企画展はね。まあでも基本的に店主はそういうレトロなものとか好きなんでね。まあ常にこうお店とかにもそういうもの、商品がね、並んだりすることもあるんですけど、今回みたいなこの昭和レトロ店みたいな銘打ってやってるっていうのは初めてですね。前も話したっていうか、もうすんごい前も話したかもしれないけど、まだ始めた頃ね、宮崎でね、その時にね、まあ、うちだけじゃなくてもう一つ一緒になって2店舗を一つの、なんだっけ、箱というかこうお店の中で2店舗やってたっていう時があったんですけど、その時はまあ、昭和レトロじゃないけどこうなんだっけ、暮らしの手帳店って言ってね、をやりましたね。あの時はすごかったね。200冊ぐらいの、もう暮らしの手帳ですよ。最初の方の昔のやつを持ってる方が知り合いに行って、それをこうお店に並べて見てもらおうって、別に売るとかじゃなかったんですけども、暮らしの手帳見てもらおうみたいなその方にお借りしてっていうのをやりましたね。昭和レトロ店っぽい、昭和っぽい感じ、昭和っぽいというか多分昭和なんでしょうけど、それしましたね。で、あとね、全然話変わるけど、昨日地震がありましたね。本当に話変わったけど、宮崎の南部の方だったんで、日向はね、そうでもないというか、まあ揺れたは揺れたんですけどね。で、ちょうど昨日天守が宮崎の方だったんでね、すぐ店主に電話して大丈夫って言ったら、ちょっとなんかその電話した時に言ってたのが、ちょっとまた来るかもしれないから逃げる準備はしとくわっていう話をしてたね。で、その後はそんな大きいのはなかったんで、その後はね大丈夫だったんですけど、やっぱちょっとあります、最近こっちの方もたまに大きい、まあ、昨日のは大きかったんですけど、震度2とか3とかねあります。その後午後もありましたもんね。午後もちょっと震度2とか3とかあったから、やっぱちょっと多いな、増えてきてるなっていう危機感がはありますね。で、昨日店主帰ってきて、ね、地震大丈夫だったって話して、まあ大丈夫だったなんだけど、でもいざとなったらやっぱりもう何にも持って逃げれないねっていう、選手のね、昨日の感想をね、いざとなった時には何も持って逃げれないねって言うから、まあ、もう本当体だけよっていう話をしてね、もう自分の身をもう本当貴重品とか、まあ、財布とかそういうとこだけをちゃんと持って
して、また場合によっては外に出て危ないって場合もあるし、でまた宮崎店、まあ日向店もだけど、宮崎店もだけど、建物自体が古い建物だから、ね、難しいですよね。外に出た方がいい場合もあるし、建物内にいた方がいい場合もあるし、もう状況の判断が本当難しくて、まあ、店主は言うようになんかいっぱい物を、大事な物を持って逃げようって思っても、いざとなったら難しいですよね。だから本当にどうやったらその時の状況判断がね、大事にはなってくると思うけど、難しいよね、その時の状況判断って言われてもね。ただ一応こう想定して、ここにこう逃げようとか、そういうのをね、想定したりとか、訓練したりとか、そういうのは大事かもしれないですね。だからなんかこの間ね、台湾の方でも地震があったし、多い、増えてきてる。でどこであるかもやっぱわからない。ここだから大丈夫っていうのがまああるのかもしれないけど、やっぱり少なくとも僕らが住んでるところはいつ来るかわからないところではあるんで、やっぱ気をつけないと。気をつけようもないんだけどね、備えないとかな、気をつけないというかね、来た時にどうするかだけはちょっと頭の中に入れておかないとねって思いましたね、やっぱ改めて。最近来る地震はね、もうその速報とかなくて起きることが多かったんだけど、昨日はちょっと速報みたいな感じで来たんですよ。あと何秒後に来ますみたいな。だからね、やっぱ何もしないですもんね。あの来てみないと分かんないっていうところが正直あるから、ね、速報が出たからちょっと気持ちがピリッとするんだけど、来てみないと分かんないっていうのが正直なとこで、でまたその地震が来る場合と津波が来る場合ととか、まあいろいろ雨が、ね、雨が降る場合ととかね、雨とかもね、昨日かな、昨日の朝はそうでもなかったけど、やっぱり夕方結構ちょっと強めだったなと思って、今日は多分東京とかそっちの関東の方とかが雨が激しいんじゃないかな、なんか天気予報でやってたけど、もう今は宮崎はね晴れてます。朝ちょっと曇ってたけど、もう晴れてますね。天気がいいですね。よし、ちょここまでにしたいんだけど、ちょっとここがうまくいかない。ここまでにしたい。ちょっと待ってね、いいかな、ここまでに。ちょっと裏通ってないかな、なんでね、ここまでにしておしまいにしますね。コメントくれた、コメントくださったスポンサーありがとうございます。大きかった。ちょっと待って、スーさんもありがとうございます。今日はここまでで、また明日かな、次回かな、できればしますね。じゃあ明日からレトロ店ですね、レトロ店よろしくお願いします、ね、近くの方ぜひいらしてみてください。はい、じゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。